多いですがさあそれでは参りましょう。波動ファイト。まずはあけぼのバスギャンブラーズからご紹介していきます。1番奥川高丸選手5311、真ん中中地選手1135、そして手前へしこ選手3241といったステータスとなっております。対する火花1番奥川ネガティブ選手5221、真ん中琴選手1135、手前翔選手5221といったステータスです。まずはあけぼの星ギャンブラーズが1点取っております。さあだがしかしあけぼの星ギャンブラーズ全員のライフが1枚だ。さあここをね誰を狙っていくのかっていうね取捨選択が必要になっていくんですけれども、残り時間は40秒。さあアタッカーである高丸選手を狙っていく形か。翔選手が正面のへしこ選手取っていった。さあシールドを貼って1対1、残り時間は30秒を切っている。斜めを狙いながらへしこ選手のチャージでシールドを早く割っていきます。さあだがしかし中地選手はまだシールドを1枚残している。前に貼った。すかさず高丸選手が前に出ていく。残り時間は10秒、翔選手のライフも1枚。さあどちらが最初に1点を取っていくのか、延長戦に入ってしまうのか。さあオーバータイムマッチです。延長戦どちらか1点取った方の勝利になります。お互いにアタッカーが狙われるような形ですかね。あけぼの橋ギャンブラーズは高丸選手が、火花は翔選手が狙われる形か。さあ前にへしこ選手も来たが、あけぼの橋ギャンブラーズライ